曲でした。やっぱりライブ最高ですね。超気持ちいいです。ありがとうございます。あ、そうや、マントどうでした？マント、ありがとうございます。ありがとうございます。あれね、100回ぐらい練習したんですよ。100回ぐらい投げる練習して、この後ろ照明あるじゃないですか。この照明の上にかかって燃えちゃったら大変なことになるから、もうトトにあかん、やり直しや、やり直しや、歌と同じぐらい真剣にしろって怒られながら100回ぐらい投げる練習をしていました。それでマントの話でちょっと面白い話があるんですけど、少しだけ話させてください。前に今日も出演してる竹口セイラちゃんのママが、インスタに、セイラちゃんの検索、スマホか何かの検索履歴を載せてたんですけど、そのインスタがすっごい面白くて、でもめっちゃ嬉しかったんですよ。それがね、大食いデブ芸人藤田あやめやったんですよ。わ、あやめのこと調べてくれてる、めっちゃ嬉しいって思ったんですけどね。多分ね、セイラちゃん私のこと見てくれてたと思うんですよ。動画とかあやめちゃんや、あやめちゃんやって多分見てくれてたと思うんですけど、この頭の片隅に多分あやめちゃんや、あやめちゃんや、あやめちゃんや、あ、デブ芸人検索しようって多分ちょっとだけ思ったと思うんですよ。それでもうそんなセイラちゃんもめっちゃ可愛くて、もう妹にしたいぐらいです。セイラちゃん可愛いですよね。可愛いですよね。はい、もうめっちゃ可愛いです。あ、ごめんなさい、話戻しますね。それで私も家族で共有してる iPad があるんですよ。その検索履歴見てみよう思って見たんですね。そしたらね、マント、黒マント、女性用マント、どん兵衛ってあったんですよ。4つ目のそのどん兵衛はもうカカがね、どん兵衛ばっかり食べてるんですよ、お母さんが。ですぐにカカやって分かったんですけど、いくらどん兵衛好きやからって
何を調べたのかがちょっとまだ聞いてないんでわからないんですけど、多分はい、めっちゃ好きなんでしょうね。それでもうトトと2人で話すときはお母さんのことこっそりどん兵衛って言ってるんですよ。でも今日お母さんの前でも初めて言うんで、あとでちょっと結構怒られると思うんですけど、その会話がね、おいどん兵衛どこ行ったん、あ今どん兵衛風呂入ってるわとか会話してるんですよ。いやそれでカカに、カカトトが iPad でなマントとか黒マントとか調べてんねんけど気持ち悪くない、しかも女もんやで何に使うんやろ、夜にこそっとマントだけ持って行ってね、裸でマントだけ着て近所うろうろする気ちゃうって話してて、完全警察捕まるでって言ってたんですよ、お母さんとカカと。それでもカカも私もほんまに心配になって、マジで心配になったから、トトが仕事から帰ってきた時に恐る恐る聞いたんですよ、トトマントとか黒マントとか買って何に使うんって聞いたら、あれかあれ次のライブで使うねんって言ったんですよ。それでもうホッとして、よかった、もう夜に裸でマントだけ着て近所うろうろする気ちゃうかってカカと心配してたのにって我ながら言ったらね、ニヤニヤしながら、めっちゃ気持ち悪かったですよ、ニヤニヤしながら、お前のライブが終わったらそうするつもりや、トトの趣味やからほっといてくれって言われたんですよ。だからもうマントはほんまは燃えた方が良かったんですけど、ね、店長のチャボさんがゴールディが燃えてしまったら泣いちゃうから、もうチャボさんが泣くぐらいやったらもうこれからもお世話になるんでね、チャボさんが泣くぐらいやったらもうトトが警察に捕まった方が全然いいんでやめときました。